ネレードは海洋星の第二衛星である。トリトンに次いで二番目に発見された海洋星の衛星であり、極端な楕円軌道で降転している。ネレードは1949年5月1日にジェラルド・カイパーによって発見された。彼はマクドナルド天文台の82インチ望遠鏡を用いて観測した写真看板から海洋星の付近に映る天体を発見した。 発見を報告する論文の中で、ネプチューン2という故障を用いており、またこの衛星に対してネレードという名称を提案している。この名前は、キリシア神話の海の聖ネレーディスに由来する。ネレードはトリトンに次いで2番目に発見された海洋星の衛星であり、1989年に、ボイジャー2号が海洋星に到達するまでに存在が確認された最後の衛星である。 ただしラリッサは、ボイジャー2号到達前の1981年に、遠平観測によって一度だけ検出されているが、衛星であると確定したのは、ボイジャー2号による再発見の後である。ネレードは、巡航軌道で、海王星をほぼ一年の周期で公転しており、海王星との平均距離はおよそ551万キロメートルである。しかし、 軌道離心率が0.7507と非常に大きい。極端な楕円軌道で降転しているため、海洋星に最も接近した際の距離はおよそ137万キロメートル最も離れた際はおよそ966万キロメートルと大きく変化する。軌道が分かっている太陽系内の衛星の中では最も軌道離心率が大きい。このような変わった軌道を持つことから、 ネレードは海洋星に捕獲された小惑星かカイパーベルト天体であるかあるいは海洋星最大の衛星トリトンが捕獲された際に軌道を大きく乱されたかつてのうち衛星である可能性が示唆されている海洋星を周回するネレードの軌道極端な楕円軌道であることがわかる1991年の観測ではネレードの高度曲線の解析から 自転周期はおよそ13.6時間と推定されている。2003年の別の観測では11.52プラスマイナス0.14時間という異なる自転周期が測定されている。しかしこの測定には後に否定的な見解が示され、別の研究者による地上からのネレードの高度曲線の観測からは明確な周期性は見出せなかったという報告がなされている。 これにより、ネレードが再算運動によって、自転周期が変化しているか、あるいは超積力の影響で、カオス的な自転をしていることが示唆された。不規則回転している天体の例としては、土星の衛星、ヒペリオンがある。しかし2016年のケップラーを用いた観測では、 11.594プラスマイナス0.017時間の明確な時点周期が測定されており、さらにネレードが超積力によって強制的に再差運動を起こされるほど細長い形状をしていないことも明らかになった。ネレードの CG。ネレードは海洋星の衛星の中ではトリトン、プロテウスに続いて3番目に大きく、平均半径はおよそ 170km である。 これは不規則衛星としてはかなり大きいサイズである。ネレードの詳細な形状は分かっていない。1987年以降に行われた地上からの速攻観測では、ネレードは等級にして一程度の大きな明るさの変動を見せ、それは数年にや数ヶ月にわたって発生することもあれば、数日程度で発生することもあることが報告された。また、 干渉性候補を産卵に禁する小効果も観測されている。しかし、この明るさの変動はすべての観測で同様に見つかっているわけではなく、時点がカオス的であることを示唆しているとされた。ネレードが海洋性からの超積力が強制力となった再作運動を起こしている場合は、地球から見た平均のアルベドや断面積が観測のタイミングによって変化するため、 このような不規則な高度変化を起こし得る。そのためには、ネレードの形状の長軸と短軸の比は1.9、1かそれ以上という非常に細長い形状をしている必要があることが示唆された。しかし、2016年にケプラーを用いてネレードの観測が行われた際は異なる結果が報告されている。ケプラーは、 形外惑星のトランジットを検出することを主目的とした宇宙機だが、K2 ミッションでは、王道面の観測を行っていたため海王星も、その観測視野に入っていた。ケプラーの観測では、ネレードの高度変化は等級にして、わずか0.033と小さく、長軸と短軸の比は、最大で1.3、1程度と小さいことが示唆された。さらに、 スピッツァー宇宙望遠鏡とハーシェル宇宙望遠鏡を用いた赤外線観測に基づく熱モデルからも、ネレードの長軸と短軸の比の上限が1.3、1であることが示された。これはネレードが非常に細長い形状をしているという過去の測定を否定するものであり、またこの軸比では、超積力を強制力とした再差運動を起こせないことが指摘された。この熱モデルでは、 ネレードの表面は非常に荒く、クレーターが多いことを示唆しており、これは土星の衛星、ヒペリオンに類似している。ネレードのスペクトルは灰色であり、表面には水の氷が検出されている。スペクトルは天皇星の衛星チタニアとウンブリエルの中間程度であり、ネレードの表面は水氷とスペクトル的に中間色を示す物質の 混合物で構成されていることを示唆している。このスペクトルは、外部太陽系の小惑星、ケンタウルス族のフォルス、キロン、カリクロとは大きく異なっており、ネレードは捕獲された天体ではなく海洋星の周りで、形成された天体である、可能性が高いことを示唆している。より外側を公転する衛星、ハリメでは色が似ており、ネレードの破片ではないかとも考えられている。 ネレードに接近観測した探査機はボイジャー2号のみである。1989年4月20日から8月19日の間に470万 km の距離にまで接近した。ボイジャー2号はこの間に83枚のネレードの画像を取得し、その観測精度は 70km から 800km であった。ボイジャー2号到達以前のネレードの観測は、 地上からに限られており、その明るさと軌道要素しか明らかになっていなかった。ボイジャー2号の観測で得られた画像は、表面の特徴を識別できるほどの十分な解像度ではなかったものの、ネレードの大きさを測定することには成功し、灰色の表面を持ち、海洋星の他の小さい衛星よりも高いアルベドを持つことも明らかになった。ありがとうございます。